お疲れ様でございます。えー、今回はですね、あの、淡田進さんが重大発表があるということで、この新カチャンネルさんの YouTube チャンネルで独占放送がありました。私もね、しっかりと拝見させていただきました。この14分ほどの動画ですけども、概要欄に該当の URL をつけておきますのでご覧いただきたいと思います。で、この淡田進さんといえばね、総、えー、価学会の 会員でらっ,しゃってまああの大物だとかね言われる方もいるしいやそんな大した人じゃないよって言われる方もいるし評価は様々なんですけどもまあ私がね名前を存じ上げている創価学会会員さんの中でまあ結構な、ね、ウエイトを占めてるかなというところですねまあでも詳しくは私も分かりませんので、えー、その辺はね私の評価よりもご覧になってる皆さんのそれぞれの評価でよろしいかと思います。 で今回、この淡田進さんが重大発表があるということでね聞いていたんですけども、えー、結構、私的にもこれは重大発表だなと思うことを言われておりましたまず一つ目はこれはあの改めてになりますけども現在の公明党・与党が創価学会をないがしろにして別の方向に行ってるるていうことを、ね、そのような趣旨のことを言われていました確かに公明党が今政権与党としてやってることっいうのは 国民にどちらかというと背を向けたこと。まあ、もっと言うとですね、国民を虐げることばかりだと私は思います。で、そういったところに、えー、おそらく懸念を持っていて、まあ、憤りなりね、えー、怒りを持って、この淡田進さんはそのようなことをね、言われていたんだと思いますね。で、そういった表現の後、あとね、この淡田進さんが、えー、新しい組織、一般社団法人、えー、池田創価学会なるものを、 鳥取県の大山でスタートされるということも言われてましたね。で、えー、この池田創価学会の目的っていうのは創価学会が今3つに分かれてるそうなんですよ。これをまた一本の道に戻すというふうなことを言われておりました。まあ、どのようなね 人たちがどのような派閥で3つに分かれたのか、私からはちょっとね、発言を控えたいと思いますね。えー、私の思い違いとか勘違いがあっちゃいけないんで。ただし、えー、今回の動画を見ていただけると、その辺も語られてますので、分かりやすくなっております。えー、ということでね、うん、あの、すごいこと思い切ったことをされたなというふうに思います。で、もう一つ、創価学会と、この新しくできた池田創価学会ってのは、敵対するものではないって言われてましたね。 創価学会の内側に生まれた小さなあ組織というふうな捉え方でいいのかなと思います。ただし、創価学会ならびに、えー、公明党ですか、ああいったものをもう一回見直す時期に来たんじゃないかなということで、えー、このような重大な発表をされたんじゃないかなと思いますね。 で確か6月16日だったと思いますけどもセレモニーがありますのでどなたでも参加できる、うん、そういったことも言われてましたので詳しくはあの動画概要欄から URL をクリックしていただいてね、えー、今回の公明党回答宣言の創価学会慌たす澄むし重大発表で涙という動画をご覧いただければと思います、えー、14分ほどの動画ですけどもしっかりとご覧になった方が私もねよろしいかと思います、えー、特に創価学会それから公明党この辺りに問題意識のお持ちの方は 必ず見た方がいいと思いますね。はい。私でも見ましたんで。私はもうつい最近、公明党総科学会、そして、淡田進さんに興味を持ったものです。まだ、一週間ぐらいです。そんな私でもね、おお、すごい、こんなに動いてるんだ、っていうふうにね、感銘を受けるものですから、前々から総科学会に思いを持っていらっしゃる方、公明党に何かね、えー、考えがある方っていうのは、きっと私以上にお気づきになることが多いと思います。それでは、動画概要欄、よろしくお願いします。ありがとうございました。